今回俺と巨人の143日物語実況199回目から後半戦シーズンが始まるわけだ。前半戦は首位でターンすることができ残るゲームはあと56ゲームとなってますね。まあこのままのペースでいけば圧倒的に優勝を決めれると思います。去年と違いここまでね2位のチームとは競い合ってない、もう一方的にこっちが勝っちゃってるわけですからね。7ゲーム差も空いちゃってるんですから、ここから逆転のリーグ優勝されるみたいなことは絶対にないのでね、その辺は気にしないでください。また後半戦も圧倒的に行こうと思いますのでね。じゃあ早速中日戦やっていきましょう。今季は通算でここまで7勝5敗、セリーグで一番苦戦してるチームはこの中日なんだよね。勝ち越してるとはといえね、勝率は一番低いですから。さあこの3連戦全て出番設定でチャンスピンチでプレイしていきたいと思います。後半戦初戦からつまずくようなことはなくいきましょうよ。先発はね、まあ、体力全開してますから、1戦目菅野でいいんじゃねえかな。菅野、大谷、宮国という豪華なローテーション。でもそれ使っちゃうとちょっともったいないからね、大谷は次のカードに残しとく。この後広島戦なんでね。よっしゃ、じゃあ1戦目これでやっていきたいと思います。ずっこけることなく勝っていくで。さあ今季13回戦目の戦いだ。後半戦最初の戦い、どのような結果になるか、勝つか負けるか、圧倒的にいくか圧倒的に負けるか。まあ大野の防御率見てる限りではうちの選手たちは軽く点を取れる、そういうピッチャーだと思うんでね、何もビビることはないと思いますけどね。で菅野ですからね、勝てるわな、余裕やわな。あららら、ら最初に来たのはピンチか。ワンアウトランナー1塁2塁、まあ下位打線ですしね、ここを楽に抑えて3回に得点取りましょう。ここで打たれちゃダメだわ、打たれちゃダメなんだよ。中田は取れない、わーお、ランナー満塁ですよ。いきなりね、やばいっすね。でここでノリノリの桑山、知らん選手だな、おそらくパープルオリジナル選手だとは思うが、ここは前進ですね。1点もやりたくないシチュエーションなので、でまたこのノリノリっていうのが非常に怖いな。理想は三振なんだが、なかなか三振も取りにくいんじゃないかな今日調子を見てる限りではね。おお、お前が嘘だろ、このカウントをしちまったか。押し出しのフォアボールは一番避けたいからね、ここはまずストライク1個取りに行かないと。よし、いいぞ。さあ問題はこの追い込んでから、まあこっちも追い込まれてるからね。やっぱフォークかな、アウトローいっぱいの。ノーン、決まらなかった、嘘だろ、これはあかんわ、マジか。うわー、力打ってきて、これがヒットになる。おいおい、菅野さん、ピッチャーに打たれてタイムリーで前進守備があだとなったね。まあ普通の、いやでも普通の守備シフトでも多分落ちてると思うんだよな。いきなりボロボロじゃないか。そしてまだピンチは続くからね、このイニングまだ一つのアウトも取れてないよ、自力でね。おお、マジかよ、これはひどいね。押し出しとピッチャーへのタイムリーって最も内容の悪い失点方法じゃないですか。まあ、ここダブルプレーで、まあ、乗り切ったと言ってもいいのかな。でもそこに菅野らしさはないよね。誰ですかって感じ。知らない人が今巨人のユニフォームを着てマウンドで投げてるね。警備どないなっとんねん、セキュリティセキュリティ、甘すぎんだろ。あかん、もう2点すぐ取り返しに行かないとね、取られたら取る、それが うちの野球だよ。言ったでしょ、大野の能力を考えると、まあ防御率を考えるとですね、打てない方がおかしいんだから。打てなかったら全員首でもいいくらいだわ。そういう選手たちを育てた覚えはないぞ。育てたというか取ったね、ほとんど育成してないですからこの5年間ね。さあ2アウトランナー3塁で柳田、まあなんとかまず1点は取りたいわな。2点取られたらここで1点は最悪でも取っておきたいからね。はい、柳田のタイムリー、うまいねこの辺は、さすがだ。まず1点返したよ。いや今のところ2冠王ですからね、柳田は前半戦。ただ首位打者に関してはね、横浜の桑原が3割並ぶ、ほんで上には上がたくさんいます。阪神の原口も3割5分打ってますから、ちょっと三冠王はきついんだよな、柳田が上げない限りはね。もちろん他のやつが落ちてきたらあるかもしれんが、可能性は。さあまたチャンスだ、菅小馬の小馬が、はい打つ、ありがとう、完璧な甘い球だったね。さあこれで同点だ。
完璧な嫉妬を強心でやっときゃよかったな、こんなことならね。まあ、とりあえず負けは消えましたよ。菅野のね、菅コバのコバの方が打ちましたから。さあこれで菅野も続いていきたい。やっぱね、やられたらやり返さないと、菅野自身がね、それができる投手であり、まあ打つ方でもね、そういう力を持ってますから。ピッチャー大野に打たれたんだったら、そのピッチャー大野から菅野が打てばいいんだよ。やり返す、倍返しでな。どうだこの打球は、抜けない。はあ、あかんな。まあでもとりあえず同点には追いついたから、これ以上の失点は避けていかなければならない。ちょっと思い描いていた初戦の試合とはちょっと違いますけどもね。よし、いいぞ。とにかく3点目は取ってすぐ勝ち越そう。んー、でもチャンスが来ない。来たのはピンチだ。6回裏ノーアウトランナー2塁、またこれもきついピンチだね。でバッターがビシエドか。なあ、そんな特別打ってる選手ではないが、まあでも怖さはあるわな。はい、でも三振。まず軽く一つね。あと二つ取らないとダメですから。まだまだ油断はできないよ。ここで高橋が代打。普通にスタメンで出れるレベルじゃないのこれって。結構代打でね、そういう選手が出てくるんかいっていうのが多いよ。もったいないね。よし。ここは三振が欲しいとこだ。どうだ？いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。アウトにはできる。進塁もさせなかったね。はい、これで2アウト。理想だ。理想通りに行きすぎてる。そして、どの上も抑えて、はい、これで3アウト。このピンチは脱したよ、大丈夫。ここが菅野だね。これをぜひともあの2回のマウンドでやりたかったというか、やる予定だったんですけどね。まあ、押し出しにピッチャーにと、ちょっとダサい菅野を見てしまったね。よし、来たぞ、チャンスだ。一気に試合を決めに行きましょう。ワンアウトランナー一塁二塁、今日タイムリーの柳田だよ。ここでね、一撃を狙いに行くのではない。ここも当てるバッティングでね、さっきのタイムリーのように軽く流せば軽く1点は入るはず。でもセカンド走者が菅野だからね、シングルではきついかもね。どう、完璧ゲッツ。いやー、ええね。前半戦にいた俺が後半戦にも初戦から顔を出したね。はい、こんにちは、ピーマンですって感じだわ。これぞ俺、これがなければ俺じゃない。よし、今日もオラ生きてるだ。ふん、生きてるって感じられてるだ。よかったよかった。さあでも点が入らないと勝てないからね。あい、もうこのチャンス絶対もらいましょう。ノーアウトランナー一塁三塁だ。入らないわけがない、絶対入る。ここは取れなきゃもう本当野球やめる。もうバット振れない、グローブにも触らない。それくらいの覚悟でこの打席に入るよ。入らない方がおかしいんだから。ここで点入れられないやつは野球をやる資格はないね、ゲームでもね。さあこの打球は、まあ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 、まあ、最低限じゃないですか。犠牲フライ。まあタイムリーが欲しかったけどね。まあまあ言ったでしょ、点は絶対入る。入らない方がおかしいから。さあここで勝ち越し点が入ったぞ、ようやくね。理想通りかと言われればちょっとそれとは違うけども、まあまあまあいいんですよ、入ればね。さっきのゲッツのこともあるし、俺ちょっと内緒ベベってたのね、また打つんじゃないのっていうね、怖かったんだよ。さあ階段で最後はクローザーの平野が締める前にまだ得点が欲しいとこですからね。いやー、ここ最近中継ぎのせいで負ける試合が多くなってきてますから、特にクローザーが打たれたりね。まあさっき投げた階段、まあ今日の試合は抑えてくれましたけどね、打たれるシーンが目立ってきてるので、ぜひとも追加点は欲しいところだよ。うーわー、完璧なボール球振ってのこれかい。さあラストイニングになるね、次が。ちょっと待てよ、守備固めこっちも送って、まあ送られてる。いや、増渕より片岡の方が守備能力が高い。増渕は本職はショートの選手ですからね、セカンドはそんなあれなんだよな。片岡はセカンド能力が高いですから、ここは片岡で、それ以外に関しては、おー、筒子ファースト、わーつ、意味がわかんねえ。なんでそんな風になっちゃってんの。中田代打入ったってこと、意味がわからんねえ。途中で買いすぎでしょ、いろいろとね。まあ、最後、平野に抑えてもらってゲームセットね。はい、オッケー、完璧なクローザー、ありがとう。3対2で、後半戦初戦、無事勝利ということになりましたね。ちょっと苦しいゲームでしたよ。もっと楽に勝てる一日を想像してたんですけど、全然それとは違った。今日は小林が打った、いやー、菅野の負けを消す一打もありましたしね。こういう小林がいたら、本当にもう、全国のヒーローでしょうね。イケメン&野球もうまい、最高だ、子供女の子が憧れる、そういう男だよ。さあこれで平野は30セーブ目、菅野は10勝目ということになりましたね。戦力外になった男が翌年にお前30セーブするからね、
これはちょっと戦力外にした球団は悔しいんじゃないかな。まあそれを取った俺も良かったね。間違いではなかったよ。うん、素晴らしいね。まあここ最近ちょっと打たれることが多かったんですが、今日は甲斐田と平野、ここ最近打たれてる2人がですね、完璧なリリーフ、クローザーとしての仕事をしてくれるというね。いいわ、こういう野球をこれもしからもしていきましょう。さあ続いて2戦目ということになるね。今日もチャンスピンチでのプレーになるが、先発は誰でいこう。桜井ではなく、あ、まあ、でも宮国でいこうかな今日はね。うん、君に決めた。で打っては川端が調子悪いなら今日もクルーズで、調子のいい下位打線が多いねこれね。いいねいいねいいね、いろいろと噛み合ってる感じがするよ。じゃあ今日の1日はこんな感じで OK でしょうね。1戦目ちょっと苦しくなった分、2戦目もう少し楽をして、勝ちたい。俺基本楽したい人間ですから、楽をして生きていきたいと思ってる人間なんでね。みんなそうだよ、現実はそうじゃね。苦労しないと生きていけないからね。さあでも今日は楽になりたい1日だ、うん、いい意味でね。さあ初回に1点取るも、こっちもピンチを招く。もう一番最悪なパターンだね。宮国さんどうしたんや。いやもうこれはバントは成功でしょう。ランナー三塁に進塁でバッター大島、わー得点圏打率4割0分8厘だぜ。クソだけ得点圏めっちゃ強いじゃねえか。まあその割に打点36打点ってしょぼいような気がするけどね。まあこの辺は長打がないから仕方がないにしてもだよね。おーたっけー、うーわこれは犠牲フライや十分か。あーまあ大島抑えるのは困難でしょうね。それも得点圏の鬼だこれ。すごいわ、軽く犠牲フライにしてきたね。こういうバッターは欲しいな。1点取るもすぐ取られたね。ならまたすぐ取ればいいんだよ、簡単じゃね。うーんまあまあ進塁打にはなったね。ランナー三塁に進塁、うん、これも絶対1点入るケースですね。でここでこっちもまた3割9分1厘とチャンスに強いバッター多いですからね。この横井はそうだ、で今も3割打ってるしね。おいこのように打つんだよ、素晴らしいね。ほう、数字に現れてるね。得点圏はオカルドだというやつもいるけども、あまり当てにならないみたいなやつも言うけどもね。あ、いや当てになるよ、やっぱ数字としてちゃんと出てみるもん。結果残せてない、数字に出てないやつはやっぱ打ててないっすよ、印象でもね。俺にはわかる。おーおーおお、追加点も入る入る入る、楽に勝てんじゃないですか。もうあまり俺の出番がなくてちょっと悲しいわね。後半戦ちょっとやっぱね、記念すべき一発早く打ちたいんで。いや、そうなんだ、中田通算300号に王手か。ちょそれあまり注目してなかったんで、これから中田注目してやっていきましょう。ぜひとも俺の手で打ちたいわ、この中田の記念すべき300号ホームランね。なかなか300本打てる選手っていうのはやっぱ限られてますからね。あとでまた中田の通算成績も見ていきましょう。すごい成績になってんじゃないのこれね。いやすごいね、巨人に来てからまた一つ花が開いた選手ですからね。中田翔はもう巨人の選手と言ってもいいかもしれないね。さあどうだ、あーここも抑えたね、素晴らしい、うん、であとはもう勝利の系統入ってますから、最後クローザーが抑えて勝ちかな。あらららららら、ら取りまくるね。さあ1本出れば通算300号達成か。今季18本目がそういうことになるんだよね。9本ですよ、この中田を使ってたくさんのホームランも俺も打ってますからね。よーどうだー、これは打ち、あいや落ちるか、落ちる落ちる、とりあえず落ちる、走れ走れ走れ。わあ、球場が球場なら、いや地方球場なら間違いなく入ってるわな。うん、でもこの名古屋ドームでホームランを打つというのはものすごく難しいことなんでね、ちょっとさすがに無理だった。さあ内野ゴロの間に7点目が入ったね。まあぶっちゃけ取らなくてもいい得点ではありますけども、うん、最後クローザーの平野が抑えてゲームセット。クローザーじゃないね、最後抑えたのね。さあ坂本が本日2ホーマーの大活躍、まあ大量援護だな、言ったでしょ、今日は楽に勝ちたいっていう。もう初回のピンチのみでしたもんね。おそれ以外は何もありませんでしたから、先発の宮西の好投が光りましたね。あ、宮国ね。さあ宮国これで無傷の8勝目ということになりまして、打っては坂本2ホーマー、クルーズに今季3号が生まれましたね。中田翔あと1本出れば300号達成というとこだったんですけど、最後の打席にヒット打っただけで今日は5-1ということになりましたね。次の試合に残しておきましょう。こんないろんな人が打ってる中打ちたくねえ、いろんな人が打ってない中1人打って300号達成、そしてその一撃で勝つ、一番理想的
的な勝ち方だと思うんでね。さあ、中田の通算成績を確認していこう。通算打率は2割5分3厘。まあ、率の選手ではないからね。この辺はまあ、これくらいでしょうね。で、ホームランもあと1本で300号達成。打点も966打点ですからね。で、OPS で見ると、すごいね、これ。777じゃないですかね。いい数字だな。で、これが中田の年度別成績になるね。このペナントでは2016年までは、リアルな中田翔の成績になるね。ただ2017年からはゲームの中田翔の成績になりますので。2017年はうちにまだ来てませんからね。このペナントの1年目は日ハムで迎え。まあ、そんな大した成績ではないんですが、FA で取ってから、うちに来てからこれだよ。1年目はもうね、確かにホームランは31本と打ちましたけども、打率は低かった。しかし2年目にね、うちに来てから覚醒、2019年シーズンですね。41本106打点ですからね。で、その後も活躍が続いてますからね。いや、もう振り返ってみれば、この男で勝ったっていう試合がたくさんありますので、本当大事な一人ですよね。ですから、この300号本塁打というのは必ず僕の手で打ちたいと思いますのでね。これからあと1本出るまでは中田翔に注目しながら試合の方をね、やっていきたいと思います。とりあえず今回の実況最後の試合になりますね。できればこの試合で打ちたい。まあ理想は東京ドームに帰って打つのはあれですけどね。まあどこで出ようが一発は一発ですから。今日の先発桜井、君に決めたで OK でしょうね。さあ、打ってのベストオーダーはこんな感じ。中田翔は変わらずこれからも4番で使っていきますからね。桜井と若松の投げ合いになるわけだ。まあ、このシリーズも初戦からね、後半戦初戦から勝ち越しは決定してますけども、スイープでいきたいと思いますのでね。前回対決やられちゃってるわけですから、その分の借りをスイープで返してやるわ。今季15回戦目の戦いね、いきましょう。さあ、中田にいきなり打席が回ってくることはなかったな。そしていきなりピンチが来るか、早えな。おお、軽く打ってくるね。いや、得点圏の鬼大島ですから、なかなか抑えるのは困難だよ。4割はちょっと打ちすぎだけどね。よし、ただここは抑えて2アウト。イエス、ビースイエド。うおー、軽く打ってくんなー。これは柳田の守備範囲だ。大丈夫、オッケー。まずは1回は0だ。そして次中田回るから一撃をね、いきなり打ちましょうよ。あと1本で通算300本塁打達成だ。ほい。また若松はこのパープルではかなり得意にしてる選手ですからね。俺個人的に打てるよ、だったな。緩い球来いよ。俺はいつも若松と対決するときはチェンジアップ狙いで打席入ってるから。これね、タイミング合わない。全然得意にしてないじゃないですか。よし、うまく打った。ここはね、やっぱ緩い球待っておくだけで打てる選手なんでね。まあホームランではないですが、ツーベースヒット、チャンスを作りましたよ。まあまずはチームの勝利がやっぱ大事になってきますのでね。まあ個人の成績も大事ですけども、それは勝たなきゃあまり評価されませんからね。チームが勝ちで、やっぱその中で中田のホームランで勝つ、それが一番の理想でしょうね。記念すべき記録を達成した試合で負けるわけにはいきませんよ、絶対ね。おう、次が4球目、投げました。完全に外れた。スリーボール、どうだ、チャンスは広がるかもね。あい、オッケー、フォアボールで広がった。ノーアウトランナー1塁2塁で川端だ。初球空振り、これは無駄にはしたくないチャンスだな。第2球、投げました。待ってた、その1球を。ただこれは、あ、タッチプレーにならないんだね。オーケーオーケーオーケー。今てっきりタッチしてファースト投げてゲッツー取ってくるかなと思ったんだけど、うーわ、でも結果これだからね。はい、ありがとう。いや、こういうシチュエーションでこういうことしかしてきてないから俺は弱いんだ。完璧なゲッツーだね。相手の若干守備ミスによって今三塁ランナーがね、生き残った形だったの。そのミスをね、ミスの隙に入れないっていうね、俺もまたミスるという。なんだ、ミスだらけの試合じゃねえか。プロの試合ちゃうぞこれね。またピンチだな。本来なら1点取ってこっちが先制してるはずなんだけどね。なんでこっちのスコアはまだゼロなんだ。おかしいね、バグってんのかな。で、華麗に流されてのこのタイムリーだ。先制点を与えたのはこっちだったか。取ったんじゃなくて与えたのがね。やるつもりはさらさらなかったんだけどね。あらららららら、ら、大丈夫、大谷の守備範囲。イエスで、レーザービーム、イエス。
ビシエドだよ、抑えて帰るんだ。とりあえずね、もう1点はしゃあないでしょ。1点はね、その後のピッチングが非常に大事なわけで、無駄にはするな。どうだ、川端は取れないがファール大丈夫。さあ、あと1球で帰ろう。決まった、はい、さん。もう俺帰ってたよベンチ前でまで気持ちは言ってたよ、気持ちはね。マジか。おお、これも俺も帰ってたって、座ってたぜ。ペットボトルのジュース飲んでたよ、ほんと。何してんねん、べストライクやろ、どう見ても。これは当ててきてファール、帰らしてくれよ、頼むからね。これも抜ける、嘘だろ、全然帰れない。スライダーです、全然ベンチに帰れないんでね、勘弁してくれよ、ほんと。もう帰る気満々なんだよ、俺は。今の俺は止めんじゃねえよ、止めてくれんな、頼むから。うわっ、嘘だろ嘘だろ、容体感大丈夫。ここは守備範囲、ヒヤッとしたね。センターオーバーなら間違いなく追加点2点取られてますから、危ねえっす。さあ中田の打席回ってきた、それも得点圏でね、行こうか。ここでお前ゲッツーではないか。いや、打球がボテボテだった分助かったね。あ、中田らしくなかった分助かったわ。これが多少強い打球だったら余裕でゲッツーだよ。むしろゲッツーだよ。ゲッツーしかないね、その場合。はあ、助かったと言ってもいいのかわからんが、まあチャンスは広がってるからね。いや、でも理想はやっぱあそこで通算300号をね。うーわー、このシチュエーションでバットにすら当たらねえ。バットには当てようぜ、当てなきゃ何も始まらんぞ。ここは当てるも正面だ、点が入りません。嫌な一日になりそうですね、もうなっちゃってるわこれね。どうやらね、先に言っときます、今日中田のホームランを見ることはないでしょう。わかるだろ、大体その前の打席の雰囲気とかね、バッターの打席の内容とかでね、あ、今日打てない俺だなって感じるわ。また捕まるか。さあ送りバント、1点取ってんだから、そんな贅沢に点取りに来なくていいだろ、お前貪欲すぎんだよ。全然スモールベースボールじゃないよ、貪欲な野球をしとるわ。打ちに来い、もっとね。俺ならそういう野球はしないけどね。ま、負けてる側が言っても何の説得力もないんだけどね。さあこれは前進守備がいい方向に出たね、2アウト。まあ、当然前進守備をするシチュエーションですから、バッター大島で1アウトだけどね。よし、追い込んだ。うっ、大丈夫、中田だ。イエス、ここも抑えて、さあ何度か1点で抑えてる分、早く得点が取りたいんだが、中田にまた打席が回る。さっきのセカンドゴロは痛かったね。ああいうシチュエーションで打てる4番を俺は求めてんだよ。なあ、まずいが、これ無理だわ。あ、もう無理だね、無理だね、無理無理無理。チェンジアップ待ってんの、ストレート2球続けられても何もできることはないよ。できないことの方が多いね、これは。かさあ、ここは階段が出てくるか。いやー、体力的に大丈夫ですか、階段さんね。あ、全然問題ないですね。まあ、勝利のパターンで使ってる投手なんですけどね。まあ、接戦地ですからね、これ。抑えてくれて。あー、捕まるんかい、出てきたんなら抑えろや。何のために出てきたんだよ。打たれるために出てくるピッチャーいらねえぞ。よし、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、何が起こった？リプレイカモン。何これ、これがプロ？どこがプロ？野球始めたての人でしょあれね。なんでだからこのグラウンドにユニフォーム、巨人のユニフォームを着ているの？そういう人がね、さっきからちょくちょくね。はぁ、こんな形でここまで守ってきた1点をからさらに追加点の2点目が入るっていうね。今までの頑張り何だったんだよ、ほんと。もうざけんじゃねえよ。なんだよ、今のプレー。本来ならもうあそこで終わってますからね。ただまだ続きがあるのはエラーがあるから、あったからだよ。中田ミスった。
った。いや、これも取れてる取れてる。普通にやってたらね。普通にやれてないから、打球と真逆の方に行っちゃってる。一瞬ね、リプレイ見たらより濃くわかるかもしれない。ミスミスだらけの追加点、失点ですよ。ちゃんとしたプレイヤーがちゃんと野球をやってたらこういうことにはなってないからね。こうなるともう終わりだわ。はい、一気にオワコンですね。この試合負けです。はい、終わってみれば 8-0。 途中まで接戦だったのが嘘かのような失点ということになりましたね。はい、まあ守備でのあのワンプレーっていうのは本当にね、その試合の雰囲気、流れというものをぶち壊しますから、あのセカンドのエラーが全ての始まりでしたね。それまで1点の試合が本当嘘かのようにね、終わってみればこのスコアということになり、まあ中田にも一撃は出ませんでした。でも逆に良かったけどね、こんな試合で一撃が出なくてね。ああ、全く盛り上がる部分がなかったですからね。で、試合時間に注目、3時間34分、収束しちまってるわ。桜井今季2敗目ね。ほんでこの、ここまで9敗の男、若松に今日完封負けを食らうという、とんでもないダサい試合になったね。それは要所要所での完璧なゲッツー。投げてはこれだけの失点、勝てるわけないよ。桜井好投虚しく、後のピッチャーが燃えに燃えたのでね。まあ、ピッチャーが燃えたというよりかは、今日は、守備に燃やされたというのが正解でしょうね。これは後の試合にも響く敗北だね。勝ち越したけどなんかまあ、全敗した気分。気分の問題ね。いやいや、怖いよ、残るね、あと53ゲームがね。さあ次回これ広島戦から始めていきたいとは思いますけども。ちょっとね、やっぱその中日戦での敗北が個人的に痛すぎるかなと思うのでね、次回もしかしたらフルボッコンされる可能性もあるね。まあ2位の広島ですけどね、先ほども言った通り現在 7.5 ゲーム差空いてますから、まあ後半戦初戦から負け方は嫌な負け方はしたけども、ね、勝ち越したのはこれまた事実ですから、まあ次回のこの広島戦もね、負けないようにやっていきたいと思いますのでね、まだまだこのシリーズ続きますので、楽しんで見てくださると嬉しいです。次回の実況もお楽しみに。グググググバイ、また会おう。